ナムギリは、韓国の女優、歌手。2006年に、女性3人、グループシーアのリードボーカルとしてデビュー。現在は脱退、ソロ活動中。明治専門大学実用音楽家、喜び広し大学演劇映画学科卒業。当初コアコンテンツメディア所属。現在は、高トップメディア所属。2006年12月23日。 江南区三成なのコエックス太平洋ホール内で行われたビッグ4コンサートでナムギュリがダンス中に衣装がずれ胸の一部が公開された。マスコミや所属事務所はその写真にすぐモザイクをかけた。しかし、いくつかのスポーツ新聞社などのサイトはモザイク処理されていない画像を複数のメディアに配信し大きな論争となった。一方、シーアの所属するネットメディアは その動画に対して投稿者などに法的措置を取るということがマスコミを通じ伝えられた。2009年4月、所属事務所のコアコンテンツメディアが契約を破棄したことで、ナムギュリは事実上シーアから脱退。コアコンテンツメディアは、ナムギュリが無断でシーアから離脱したと話したが、ナムギュリはこの報道に関して一切否定している。2009年7月、 韓国のインターネットサイトにより、ナムギュリがシーアに復帰するという噂が流れたが、その後すぐシーアに、新メンバーいすミが加わった。ありがとうございます。